い、どうも。いつも YouTube いつもアンドシル YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。アンドシルスタッフのタイトです。すいません、ちょっと今日カミカミなんですけどすいません。皆さん知ってますかね、ちょっとコロナウイルス結構今話題になってるんですけど、今九州とかニュースであんまりコロナウイルス感染した人全然上がらないんですけど、この前地元のスーパーマーケットにちょっとトイレットペーパーを買いに行ったんですけど、スーパーマーケットその時にちょっとびっくりしたのが、マスクがお一人様2箱までって書いてあって、もうやっぱ全然発症してるなって。発症してますね、多分これは結構蔓延してるらしいんですけど、まあ本当に怖いですね。ということで、じゃあ今日も商品紹介いこうかなと思います。今回紹介する商品はこちらです。ワンダーランドのポロニットベストです。ん？ポロリ？ポロニットです。ポロニット、ポロリしたらちょっとアウトなんで、ちょっとポロニットベストで、はい、じゃあちょっと着用してみます。どうぞ。はい、着用してみました。このベストのサイズは1で、自分の身長が175センチです、はい、でシルエットはこんな感じです。じゃあ特徴を説明していきます。まず1つ目、ここの V ネックがちょっと横広がりになってます。で、なかなかベストで珍しいんですけど、ここに襟がついてます。すごく可愛くて自分はすごく好きです、はい、でこれすごく着心地が良くてですね、皆さんにすごく着てほしいんですけど、これ実はちゃんと理由があってですね、この素材コットンアクリル使ってるんですけど、でこのコットンアクリルの糸にドラロン社っていうドイツの会社があるんですけど、そこのドラロン糸っていうのを使ってまして、でこのドラロンすごく特殊な製法で作られてて、すごいソフトな感じ、柔らかい感じです。スポンディッシュな感じなので、すごくサラッと切れます。スポンディッシュ、スポンディッシュです。スポンディッシュ、スポンジみたいなって感じのいいです。でこの柄がブロックチェックで、ちょっと見にくいと思うんですけど、これ実は色の境目を利用して、ここに実はポケットがあります。ちょっとドラえもんの四次元ポケットっぽいですけど、ここにあります。はい、次はブラックを着てみます。はい、ブラックを着用してみました。シルエットこんな感じです。で今回カラーが2色展開で、さっきほどがチョコレートで、こちらがブラックです。で、黒と水色とオレンジの3色を使ってあります。でここ脇の下の部分が深く開いてるので、今最近よく見るアームホールが太いようなシャツだったりとか、ちょっと肩が落ちる身幅の広いシャツとかと相性がすごくいいです。で、ですね、最近この前ですね、カラオケに行って、よくカラオケでタバコとか吸われたりする方とかいるんですけど、そのカラオケの後とか結構シャツに匂いとかついたりしますよね。でもこのベストって抗菌作用もあるので、防臭効果も期待できます。ぜひ参考にしてみてください。いかがだったでしょうか。ワンダーランドのニットポロベスト、動きが速そうなので、気になる方は早めのチェックをよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあ次回またお会いしましょう。さよなら。